プリンです。本日はガンホーコラボガチャ引いていきたいと思います。その前に、皆さんはね、もう受け取ったと思うんですけど、これですね、魔法石99個いただきました。これで魔法石300個ぐらいになったんですけど、まあ一応ね、今回50連していきたいと考えてます。であと星7確定もあるので、早速ね、これから引いていっちゃいましょう。でなんですけど、待って、これはね、もうこれはいらないね、持ってるわ。いらなくはないけどね、可愛いけど、ちょっと今はいらない。で、何でしたっけ？あ、そう。星5、6でも持ってないキャラがね、あと4体いるので、まあ、そのあたりをね、引いていけたらなと思って、まあ、やっていこうって感じでございます。早速ね、行きましょう。で、これ早速さ、持ってないやつ来た。はいはいはい、熱い。皆さんはもうね、あれですか、魔法石99個は使いましたでしょうか、まあ、多分だけど、みんなこれガンホコラボガチャ引いてんじゃないかな。はい、星7。星7は結構持ってないのいっぱいいるんですけど、まあ最悪ね、欲しいのは交換でいいかなと思ってやっております。これは持ってるね。よいしょ。ちなみに皆さんもあれ、ランダンやりましたか、ランダン。僕さっき、まあ10回、20、あ、これも持ってない。やべ、幸先いいな。20回ぐらいやったんですけど、あれ、ランダン、むずないですか、今回。4秒でさ、まあもう10コンボ近く組んでいかなきゃいけないっていうのが、まあ、ちょっと無理かな。一回クリアはしたんだけど、ちょっと無理かなって思ってます。まあ、そのランダムの話は置いといて、今回のガチャなんですけど、まあ、ベリアルはね、前回、引くことができたので、まあ、助かったというところで、まあ、そんなにね、どうしてもこれが欲しいっていうのはないんですけど、デフォルメ系のキャラがね、結構可愛くて好きなので、まあ、できればね、揃えときたいなっていう気持ちは、あるんですよね。あと、このガンホーコラボガチャ、魔法石6個の割に結構ダイヤ出て楽しいから、引き換えがあるっていうのもある。あ、これめっちゃ出るね。あ、ほら、ダイヤめっちゃ出ますもんね。お、これ持ってない。これは熱い。持ってないの来ました。テレッサ。可愛すぎやろ。てか、ガンホーコラボガチャさ、可愛いキャラも多いからね。そこもいいっすよね。結構なんか、好きです、この絵の感じ。これは持ってる。これさ、昔めっちゃ使ったんだよな、カリン。異形の3が出た時というか、周回してる時に俺カリンで回ってましたね。めっちゃ懐かしい。なんかちょっと喉の調子がね、今日、悪くて、なんかちょっと咳込んじゃったりして、すげえ申し訳ないんですけど、あ、これはね、もうかぐやは結構前からいるから、もういらないかな。あ、ダイヤ来い。ちなみに金がもう2種類とも持ってなかったのが出てて、あとダイヤが2種類かな、持ってないやつ、いると思うんですよね。星6で。そのあたりを引いていきたい。これかわいいな。いや、だってさ、これデフォルメかわいくないですか？やばいよね。意外があるわ。それだけで。で、ちなみに、来週からかな。なんか植物をモチーフにした、イベントというか、これガチャなんかな、結局。来ると思うんですけど、あれどうですかね。なんか、面白そうだけど、なんか本当に最強とかそういうわけじゃないから、一番こう引くのがね、難しいガチャですよね。なんか引きたいけどそこまでなんかお金かけるのもなみたいな感じがしていてすげえ迷ってます。どうするか。あ、ダイヤ動け。バリスタ、これもさ、ほら、可愛くないですか。これ最高っすね。あ、そんなこと言ってたら魔法石があと200個。あこれ結構出るな。エレナ。エレナさ、めっちゃ見た目可愛いからさ、もっと強くなると嬉しいんだけどな。あとなんだろう。何が欲しいかな、ダイヤで言うと。ゼウスか。ゼウスかっこいいからさ、欲しいっすね、ゼウス。ゼウスまだ持ってないんだよな。あと何持ってないっけ、忘れちゃった。あ、これいいね、これいい。これ可愛い。ほら、もう可愛すぎません、デフォルメ。っていうか、忘れてたけどさ、デフォルメ進化するのに、あれ必要っすよね、なんか、特別なキャラ。やばい、全然周回してないから足りないかも。
いや、なんかランダムやんなきゃいけないし、ガンホーコラボ周回しなきゃいけないしで、やることめちゃくちゃいっぱいありますね、パズドラ。結構やばいな。で、今週が、今、火曜日に撮影してるんですけど、休みがもうないんですよ、今週。お、いいね、ベリアル。今週も休みがないので、なかなか苦しい、今週。めっちゃ忙しいわ。はい。まあ、ランダーはもう最悪ね、今回はもう落としそうな感じがする。いける気配が全くないもんな。この辺は昔のキャラだから、もっと捨てれーね。ちなみに、ガンホーのゲームはパズドラしかやってないので、まあ、コラボしてるけど、あ、あー持ってない。コラボはして、コラボだけど、何とコラボしてるかがね、いまいちわかんないんだよな。何とコラボしてんだろう。お、これ1体しか持ってなかったんだよね、多分。つくよみ。つくよみはさ、結構、一時期使われてましたよね。1体持ってるつくよみも多分交換で手に入れたやつだと思うんですけど、つくよみは嬉しい。これ2体目か。はいはい、この辺も嬉しい。ウィシャス。いや、やばい、魔法石がなくなってきた。星7、多分なんか持ってないのいたよな、まだ。何ないんだろう。話がさ、全く変わっちゃうんですけど、今これ撮影が12時過ぎにしてるんですけど、ジム行ってきたんですよ、ジム。僕2月ぐらいから、ジムに行っていて、まあ、週2回ぐらいしか行ってないんですけど、なんかめちゃくちゃしんどくてジム行くの。あんま行きたくない。なんで行ってんだって話なんですけど、あんま行きたくないんですよ、ジム。でもなんか、もう歳も取ってきて、体も衰えてるから、ちょっと行かなきゃいけないっていう感じで行ってるんですけど、ほんと行きたくなくて。ただまあ会費ね、月6000円ぐらい払ってるから、まあなんかそのおかげでというか、まあ6000円をね、まあ元取るじゃないけど、まあできるだけ元を取りに行こうっていう感じで、なんとか、まあ週に行けてる感じなんですけど、すごくないですか、みんな筋トレとかジムとかのモチベーション高い人。ほんとすげえなと思って。全然ね、ジムのモチベーションが上がんないんですよ。今、筋トレメインでやってるんですけど、なんかもう、ただただ辛いね。なんか筋トレして、やった後気持ちいいみたいなとか言ってる人いましたけど、いやもうただただね、疲れるだけ、筋トレって。いや、なんかちょっと雲行きがしょんできたな。まあ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 。ちなみにさ、結構ジム行ってる人、この動画を見てくれてる人で、ジム行ってる人はいるんですかね。どのぐらい運動してるんですかね、みんな。ジムとか行ってる人って。1時間ぐらい。もっとやってんのかな。週何回ぐらい行ってんのかもね、知りたいっすね。やっぱりめっちゃ出るやん。どんぐらいさ、まあ、今週2で、平日行った時はだいたい40分ぐらい。休みでも1時間ぐらいか。運動してないんですけど、どんぐらいやってんすかね、みんな、ジムとか行ったら。なんか、2時間とか行くともう気持ちがついてこない。気持ちがね。いや、もう、かれこれそんなこと言ってる間にもう魔法石なくなってきた。300個使おうと思ってたから、あと何回引けんだろう。20何個残ればいいんだよな。動け。これめっちゃ出るね。なんか、後半。まあ、残り4回ぐらい、3回ぐらいか。さあ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 。出ないかな。持ってないやつ。はい、金。多分次ラスト。ん?あと2回か。あと2回。ダイヤ来い、ダイヤ。やべえ、ここに来てさ、金結構出るようになってきた。しかもこいつめっちゃ出る。え、所持数5。めっちゃ出てた。ラストラスト。ラスト、ラストダイヤ、動け。動かなくていい。動いたわ。サリー。サリーはね、まあいいね。嬉しい。ちょっと、何持ってない確認していいですか?あれで確認できるか。交換所の、このね、メダルのやつで確認できるんですけど、あ、これがいないんだ。
サンダルフォンがいないわ。サンダルフォンさ、なくていいかな。なくていいよな、サンダルフォン。どうなんだろう。110しょ、あれなんだ、表示できんじゃん。あ、めっちゃ便利。パクマキラさん。いや、欲しいな。欲しいけど、いや、けどよね。まあいいかな、とりあえず今回は。で、あと一応星7とかで言うと持ってないのが、ルドラとゼウス。この辺は交換して、終わりにできそうですね。はい。ということで、本日のガチャ結果は、ヘラとか検索したけど、まあ、こんな感じですね。こっからか。どっからだろう。この辺からか。まあ、こんな感じ。結構、まあ動いたけど、かまあ、新しいキャラも出たし、悪くないんじゃないかという感じですかね。はい。ということで、皆さんここまで見ていただきありがとうございました。皆さんもね、魔法石99個あって、多分ガチャ引いたと思うんで、結果教えていただけたらと思います。それじゃあ、バイバイ。